はい、どうも、こんにちは、キリンです。今回は、まほとさんの動画で、禁断ボーイズを拉致するという動画なんですけど、まあ、これはですね、以前、禁断さんの動画で、男性 YouTuber のイケメン総選挙っていうのに、があってですね、まあ、それの1位を獲得したまほとさんに対する景品としてですね、まあ、旅行行きます、みたいなこと言ってて、まあ、ただ、そのまほとさん側からしたら、こう、バリュー騒動とかあって、その話がうやむやになってるんで、どうなってんのっていうのを、まあ、拉致して、問いただそうっていうことですね。で、動画の中身なんですけど、まあ、実際こう、拉致してですね、で、禁断さんは田中さんと一君さんですね、の二人が映るんですけど、もう一瞬だけなんですよね。こう、旅行どうなってんのっていう聞いて、それを、まあ、行きますみたいな答えもらって、それだけ。で、この一君さんと田中さんが一瞬だけしか映ってない。というか、まあ、あえて一瞬しか映さなかったっていうのが、僕はポイントだと思ってて。で、今回の動画の真琴さんの思惑としては、まあ、禁断ボーイズの復帰の後押しっていうことだと思います。はい。どういうことかというとですね、まあ、禁断ボーイズが復帰するにあたって、今、謝罪会見からちょうど1ヶ月ぐらい経ちますけど、今、急に復帰しても、まあ、反発がまだ強いだろうっていうことで、要するに、こう、石橋を叩いて渡る、復帰に向けて石橋を叩いて渡る時のこう最初の、石橋を叩く1回目のコンコンみたいなことだと思うんですよね。心理学でもなんか有名なあれありますよね。何でしたっけ？なんかフットインザドアかなんか、小さなお願い事から始めて、徐々にこう、お願い事のレベルをステップアップしていけば、結果的に大きなお願い事を聞いてもらいやすくなるよ、みたいな、あるんですけど、まあ、それの一番最初の小さなお願い事みたいなことじゃないかなっていう。まあ、要するに、禁断さんをですね、あえて一瞬だけ映すことによって、まあ、視聴者さん側にですね、まあ、一瞬映るぐらいならいいかなっていう。まあ、これぐらいなら問題ないだろうっていうふうに思わせたい。で、実際にですね、視聴者さん側が、まあ、一瞬ぐらいだったら、まあ、いいか。まほとさんの動画だし、みたいな。って思った瞬間ですね、まあ、今回の動画のまほとさんの思惑っていうのは、まあ、成功したってことなのかなっていう。で、まあ、視聴者さんが、まあ、一瞬ならいいかって思ったらですね、まあ、次は、もうちょっと、禁断さんたちにですね、こう、ちょっと喋ってもらったりとか、まあそういう動画出して、ちょっと反応を見てみたりっていうことができるようになってくるんで、まあそんな感じです。そんな感じなのかなと僕は思いました。で、そういう意味で、まあ、まほとさんがですね、禁断さんの復帰をこう後押ししてるっていうことなのかなと僕は受け取りました。はい。まあ、まほとさんの場合、結構、その動画の内容にですね、含みを持たせることが多いんで、その真意がどうなのかっていうのは、まあ、はっきりしたことはわからないんですけど、まあ、僕とかからするとですね、そこをいろいろ考えるのがすごい楽しいんでですね、はい、今回もいろいろ想像が膨らんでしまいましたという感じです。はい、皆さんどう思われましたでしょうかということで、はい、まあ、特にオチもなく終わりたいと思います。さようなら。